スタジオレインまあやっと来てくれたのねじゃ入って入ってもう朝から待ちきれなかったんだから <laughs> 久しぶりね2ヶ月ぶりくらいそうでもないいいえやっぱり久しぶりに感じるわ やっぱりお互いに早々時間は取れないものね。寂しいわ。うん、うん、今日はせっかく会えたんです。もの。たっぷり楽しみましょう。さあ、座ってちょうだい。<laughs> ここだけは幼い頃のままずーっと残してあるわ。 どう少しはお外のこと忘れられそうって、それは難しいよね。この部屋はそのままでも、体だけは大人になった。あなたは20代前半に、私は後半に。<laughs> 時間の流れは私のお金でも変えられないわ。 残酷なものね。ああそうそうこんな話ばかりしていてもつまらないわ今日もシェフが私たち2人のために作ってくれたお菓子があるのそう2人だけのスペシャルウェディングケーキうんどうかした <laughs> そうならいいけれど。 さおいしそうでしょこれあなたも好きよねふふ <laughs> 喜んでくれて嬉しいわ実は私もケーキ作りを手伝ったのあなたの喜ぶ笑顔をずーっと見たいからさあ召し上がれ。 よかったそれで会社の方はどうかしらそう <laughs> 頑張っているのね心配していたけれど元気でやっているようでよかったわでも今日は休日だっていうのに疲れた顔してるわよ大丈夫無理 してないもしも変な人が上司にいるのなら、こちらから圧力をかけようかうちの人に何してるんだって。やめてくれ <laughs> まったく。あなたは相変わらず人がいいんだから。あなたもうちの会社に来ればよかったのに。そうすれば楽して稼げるし、 将来も安泰よ。なんて言ったって、今、私が社長なんだし。さすがに悪いあのね、私はあなたのために言っているのよ。自分の力だけで生きていこうとしているのよね。それはすごく偉いわ。なかなかいないもの。けれど、 こう言ってしまうと悪いけれどあなたの力だけでは限界もあるわその証拠は目の前にいるでしょだから <laughs> そうならお仕事の話は置いておきましょうあなたの決意はよく分かったわじゃあ 話題を変えましょうかあなた結婚はあほらごめんなさいさすがに唐突すぎたかしらこんなにむせちゃってほらお口拭いてあげるうんうん <laughs> よし綺麗になったわ <laughs> 恥ずかしいの 別にいいじゃない昔からでしょ幼なじみのお姉さんとしてあなたのお世話をしてあげていたのだしそれは昔の話 <laughs> おかしなことを言うのね私にとっては今も昔も変わらないわ あなたのことはずっと <laughs> まあそういうことだから気にしなくていいのよそれにここは二人だけの空間なのだしあっ脱線しちゃったわねえっ、ー、とそうそう結婚の話ねまあ というかあなたまだ誰ともお付き合いしてないのよねうそうよねよかったそれでいつ頃とか考えてるのかしらええあなたがどう考えてるのか知りたいからえ今、なんて 興味ないえそれってもしかして誰とも付き合わず結婚もする気はないってことそうそれは何で理由があるはずでしょねえそうでしょ女の子と付き合うのが面倒だから結婚生活が不安 それとも、お給料自分の趣味があるとかね、ねえ、全部、全部解決できるいい提案があるの。一つ目はそもそもいらないし、不安なんて一切感じさせないし、幸せにしてあげる。お金の心配もいらないわ。だって、お金持ちなんですもの。それに趣味でも何でもやらせてあげる。私がいるじゃない。 そう考えたらもう何も考えなくていいのよ。もちろんお仕事は続けてもいいし、辞めてもいい。私は一切面倒はかけないし、逆にあなたをいっぱいお世話してあげる。結婚しても何にも不自由はないわ。あなたを束縛しない。ただ私のそばにいてくれればいいの。他の女と会わなければね。それに、あなたの趣味は、 ええ、そうだったわよね。もっとお金をかけてあげられるわ。それとももっとお金をかけて壮大にしましょうかね、そうしましょうそしたらもっと楽しいわ。ね、そう思わないあ、あ <laughs>、少しはしたなかったわ。ごめんなさい。でも、 今伝えたこと全部できるし、他のことだって何だって。え自分だけで生きていきたい結婚も嫌な、なんで結婚自体が嫌って。おかしい、おかしいじゃない。そんな、あなたがそんなことを言っていいはずないじゃない。 あなたはずっと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 私と一緒にいたのにこれからも一緒にいるべきなのにあなたのわがままを許して他の会社に入るのも許したのになんで私の言うこと聞いてくれないのねえあそっかわかったわ。 あなたの気持ちよーく分かったでもその前にあなたには眠ってもらわなくっちゃねなんで私に口答えするのいいのよここで無理やり押さえつけて 腕が変な方向に曲がっちゃっても痛いの嫌でしょどうする今持ってきてもらったお薬飲むそれとも痛みにあえぎながら懇願したい <laughs> 偉いわ。 それじゃあ、おやすみなさい。目覚めたら、きっと素敵な世界になっているわ。よし、これでいいわね。<laughs> かわいい。なんてかわいいの 食べちゃいたいくらい赤ちゃん用のお洋服も特別に作ったし手入れもぜーんぶ <laughs> お洋服もおしめも柔らかくて気持ちよくてぐっすり寝ちゃうんですよねーあら起きたウ <laughs> あはぁ、あ。 聞いて今日からあなたはうちの子になったのよほらすごくかわいいお部屋でしょ壁にはあなたが喜びそうな動物さんの絵だったりほらおもちゃもいっぱいあるのここで赤ちゃんとして。 一生育ててあげるからね。なんでほーら、赤ちゃんはそんなこと言わないわよ。あなたはまだ喋りたてなんだから、マ、ま、マ、あまあ、マ、ま、マ、あ、って呼びなさい。ふざけるの何が別にいいじゃない。ほーら、ふかふかのベビーベッド。 気持ちいいでしょそれにあなたが落ちちゃわないように両手と両足はベッドにつないでありますからねあなたのわがままに合わせてあげたのよほら喜んでキャッキャッって笑顔を見せなさいあなたが結婚してくれないって言うからあなたを私の子供にしてあげたの。 大丈夫。もう養子縁組の手続きも済ませたわこれで晴れてあなたは私の子供。私の可愛い可愛い赤ちゃん絶対、絶対離さないわだって私の子供なんですもの <laughs> 助けてくれねえ何度言えばわかるのかしらああそうねあなたは可愛いい愛い赤ちゃんなんですもの何度も何度も言わなきゃねあなたは私をママって呼ぶのいい <laughs> 次はちょっときつーく痛いた 星を消しちゃうからね <laughs> ほらママママって呼んで私に可愛いあなたの声聞かせてほらお口開けてママって言いなさいそれともお口が聞けないなら一生取れないおしゃぶりでもさせるわよ うんはーい、ママでちよー、うん。いい子いい子でちねー。はーい、ご褒美のなでなでしてあげまちねー。うーん、なーでなーでこのまま、ずーっと一生ママの子でいてねー。<laughs> 残念ながら、パパは結婚してくれなかったからいないけど、ママだけはあなたを愛してますからね。<laughs> ひどいわよね。パパはね、私とあなたを捨てて、どこかへ行っちゃった。私が養う。面倒もかけない。だから結婚してそばにいて。 っって言ったのにねえひどいと思わないだけどあなたを残してくれた私のたった一人だけの大切な人 <laughs> 一生大事に大事にしばら 監禁してつぶっつぶに愛してあげるからあなたも愛してね <laughs> ほらこれから寂しくないようにギューしてあげるんーギュー <laughs> <laughs> もう離さない 寂しく ダメじゃない今さら何でもスルーなんて懇願しちゃう <laughs> かわいい赤ちゃん扱いが嫌だからお婿さんにしてくださいっておねだりするなんてさっきまでのあなたじゃ考えられないわね私に向かって「結婚は嫌だ」とか言っていたくせに。 でも、もう決めたの。絶対、あなたを赤ちゃんにして甘やかすんだって。これが嫌だからって、私のお婿さんになりたい。<laughs> 都合が良すぎるわ。おとなしく、私の赤ちゃんになりなさい。 じゃあ仕方ないわね。赤ちゃんとしての自覚を持ってもらおうかしら。具体的には、<laughs> あなたは甘やかされてダメにされて、全部私にしてもらわないとなーんにもできないってこと。お耳をママに舐められて、犯されて。 ママ、ママ、って、愛がせてあげるから。<laughs> こうやって、私の体で包んで、押しつぶして、ママを全身で感じられるように。<laughs> 心配いらないわよ。 すぐに赤ちゃんになれるから <laughs> すっかり赤ちゃんみたいな可愛いい顔になっちゃって <laughs> もうそんな顔を見せられたら母性が止まらないじゃないやっぱりあなたをお婿さんにするんじゃなくて 赤ちゃんにしておいてよかったわね。きっと、おまこさんにしていたら、浮気とかしちゃってたかも。だけど、ここでずーっと、ここで赤ちゃんとして暮らしていれば、絶対に幸せね。それじゃおねんね。 ししまょしかママと二人でそいねこれからもずっとそうよ二人でずーっとずーっと <laughs> もうこんなに可愛くとろけちゃってもう 社会人なんてやめて正解なのよ。<laughs> 大丈夫。もうなんにも心配いらないからね。あなたのお世話は全部任せて。ママがずっとしてあげるからね。退職届、ママがちょーんと出しておいてあげますからね。 そしたら、今度こそ私たちはずーっと一緒 <laughs> あの頃の願いがやっと叶ったわ最初からこうしていればもっと早くから幸せになれたのかもねあなたもこんな辛いことせずに済んだのに。 ごめんね。ママ、気づくのが遅かったみたい。だけど安心してね。これからは一緒。ママがずっとそばにいるわ。よーし、よーし。よーし。よーし、よーし。 ほーら今日はもうねんねんしちゃいましょうね <laughs> 今日はあなたが私の赤ちゃんになった日そうだわ今日をあなたのお誕生日にしましょうあなたが改めてうちの子になって私のものになったんだもの 生まれたっていうのと同じだよね <laughs> そうと決まったら早速準備しなくっちゃ今日はもうおねんねしちゃうけど明日はあなたの0歳を祝いましょうまたいろいろ用意しなくっちゃもっと可愛いお洋服を仕立ててもらおうかしらそれに あなたがもっと赤ちゃんとして過ごせるようにいろいろ開発させなきゃ一生赤ちゃんのままでいられるように私をずっとママだと思って甘えられるように二度と正気に戻れないように二度と逆らえないように <laughs> あらあら私たしたら大事な赤ちゃんが起きちゃう <laughs> よーしよ,ーし,よーしよーしよしママの隣でゆっくりおねんねしてねそして早くもっと赤ちゃんらしくなって。 ママにずーっと甘える、立派な赤ちゃんになろうね。よーしよー。 ままでごご視聴いいただきありがとうございます今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。